仲間？なれ合いがしたいだけなら高校生らしくカラオケかファミレスにでも集まって騒いでいれば十分でしょ。いい加減にしてよ。お姉ちゃんお姉ちゃんって何なのよ。憧れられる方がどれだけ負担に感じてるか分かってないくせに。私たちとコンテストになんか出場せずに自分一人本番のステージに立てればいい、そういうことですか。フェスに出られれば何でも誰でもよかった、そういうことじゃないですか。とても失望したわ。答えないことが最大の答えだわ。あなたと湊さんは幼馴染、何も変わらないでしょうね。ドアを閉めて勝手に入ってこないでって言ってるでしょ。私にはギターしかないの、放っておいて。ギターは弾かない、弾きたくないの。絶対にギターだけはヒナに負けない。悪いけど私は遠慮しておくわ。別の人を誘ったら。いいえいいのよ。それじゃあ私は部屋でやることがあるから。ヒナとまっすぐ話せますように。きっといつか叶えられたら。そういうわけでは。羽沢さんのこともっと教えてほしいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いつも本当に素敵な仕上がりね。白金さんはとてもすごい人です。本心で私はあなたを信頼していますし、湊さん、いい歌詞をありがとうございます。私も湊さんの意見に賛成です。白金さんも行きましょう。限定装備が待っています。もちろんです。限定装備は私たちのものです。待っていなさい、限定装備。今はただ思いに任せて演奏したい。私の誇りと強さを乗せて、いつまでも。それじゃあお願いしようかしら。それぞれ自分らしく輝けばいいのよ。ええ、ありがとう。ありがとう。いいわね。ひな、私の目を見て。まっすぐ。ひな、あなたも、その足を止めないで。お待たせ。まあ、いいわ。それじゃあひな、帰りましょう。ええ。メリークリスマス。